表して久井一正さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。久井さん、意気込みをお願いします。はい、今ご紹介いただいたようにですね、結成10年を超えて初めて、東京のスーパーヤスコで参加させていただくことになりました。大阪からも、約20名ほどですね来てますので、関西関東からもみんなで盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは準備の方お願いします。改めましてこんにちは、大阪から参りました。祭りで会うと書きまして再会と申します。よろしくお願いします。今年のテーマはご一新、またの名を文明開化。これは、激動の時代、あらゆるものが激しく、ものすごいスピードですね、生まれ変わる明治維新を表した言葉です。本日は移りゆく時代の中で踊る、ご一新の中で踊る再会の音をお楽しみください。明治の夜、自信をかけて時代を変えた改革史。今、東京で花開く大会2022ご一新。新たな風に関われて、心は踊り、体も弾む、招待もの幕開きだ。さあさあ皆様、お手を拝借よ。灯る町明かり、変わっていくこの街で希望を胸に、いざ進む。
大撤収。